はい、日本美術で世界を元気にする週刊堂の田中です。はい。一番最新のカタログからちょっとね、ちょっと書についても少しお話してみましょう。片桐石舟。片桐石舟の書、まあ、手紙ですね。ここ図録に載ってます。片桐石舟っていうのはですね、時代的には江戸時代の最初の人です。まあ、石舟流 の、 あのお茶の、まあ、一番の、まあ、家元ですよね。で、石舟流ってね、僕なんとなくイメージ的に好きなのはやっぱ武家の茶なんですよね。まあ、あの本来的にお茶ってね、まあ今はね、あのちょっと年配の女性と梅に前のお金持ちの女性がちょっとお稽古に行くお茶なんていうのはね、実態としてイメージとしてありますけれども、まあもともとね、やっぱ男の世界の非常にこう切ったはったというか、実際にぶっ殺し合いしてたね、安土桃山時代に、まあ、ちょっと休戦しながら交流を深めてですね、密談もしたでしょうし、お互いのこのなんていう人柄をね、探り合うというかね、そういうね、まあなんていうかね、かなり高等なね、政治の場だったりもしたわけですよね。皆さんご存知のように、まあ武家の茶っていうのはそういうどっかこう質実合計のところを残してたっていうね、なんかそんな感じがして、江戸時代というのは平和の時代でも官僚の時代にもなってきますけども、まあ石舟っていう、まあ、あの一派としては、あの他のメジャーな千家に比べるとちょっと小さいかもしれませんけども、この質実なお茶ね、こういう世界のものが今もつながってるっていうのはすごく面白いんじゃないかなと思います。この作品は徳川家の家臣に宛てたあの手紙の書なんですけども、まあ書はこの時代の非常に、まあ、端的な事務的な字ですけども、バランス取れてとても素敵な字ですね。はい。まあこういう石舟流の書というか、まあ、片桐石舟の書とか、まあ、あの書についたい、書の筆跡についてですね、買いたい方、売りたい方いらっしゃいましたら、こちらの電話番号までよろしくお願いいたします。0120-050-50までお願いします。はい、ありがとうございます。